弦作ったのはいいけどさ、この1週間何の変化もないよね。コンパスでやろうよ。シガダンバンダー、イッサダー会長。土下座ですか？土下座がお望みなら喜んで浴衣でコンキッチさせます。信じてください。絶対に新国立競技場の設計費用、建設費より有益な使い方をお約束します。私のターン。ブルーアイズヤンキーがオリビア。それは伝説の最強カードでネットでプレミアついてるやつ。兄弟言うとって、このカードゲーム興味ないよね。オリビアにとっては無価値な紙切れ同然の代物だよ。コンパスでやろうよ。私は1話の途中あたりからうすうす気づいてたけど、一緒にいてあげたよ。私は化粧品なんて持ってないし、全然平気。本田さん。はい。これ、何ですか？コンパスでやろうよ。あのおつまね許すまじ。コンパスでやろうよ。ん？はい、悪魔の布袋発見。あらあら、これは何でしょう？どなたのですか？はい。これオリビアさんのですか？今ビッチという罪が健全な不女子の心を汚す道具として目の前に現れているのですが。お化粧坊主。こんな風紀の乱れた悪魔の袋を持ってるなんて、あなた裁判沙汰ですよ。近くに罪の告白をする準備はできてます。コンパスでやろうよ。ますけど、花子さんどう思います？なるほど。決して男受けを狙ったわけじゃないから、我々ではない。ゆえに花子、気によって化粧いたす。花子分かってるね。コンパスでやろうよ。はい。まずは何から？オリビア、教えて。殴られた感じになっちゃった。はっ、よく雑誌で見る半分メイクってのやってみてよ。どんな感じに変わるのかを見てみたいし。2発殴られた感じになっちゃった。あ、本田さん。何のためかって？目の前に宿敵がいるからですよ。コンパスでやろうよ。折っていいんだ、私も邪魔だし。オリビア、何やってんの？私は泣く泣く折ったの。オリビアには許可出してないでしょ。ねえ、かすみさん。